待って、あれ忘れた。あれ。ちょっとごめんね。どラスコイ、あ、やばい、ありがとう。ラスコイ、ラスコイ。いや、ガチガチガチ、演技じゃない、うん、だから配信できなくて結構きついですね。痩せた。いや、あのゼロワン見てたけどさ、症状 あんな感じなん？俺全然ちゃうねんけど、俺ずっとね、喉が痛くて、うん、もし、うん、もう炎症欲しいんかな。めちゃくちゃ痛いよ、喉が。で、何日目でだからもう結構、あれですね、うん、結構日数経ってんじゃん。あ、顔がもう違う、やっぱゼロワンよくあれ軽症いけたよな、うん、味覚はあるっすね、今のところ味覚あるで、あと何やろ、まあ、あの体調はね別にしんどいとかはないんやけど、あ、ドンツクラスコユンちゃんありがとう。ありがとうね、みんな森にありがとう、母ちゃん、ユンちゃんもありがとう。関節はもう喉だけ、うん、喉だけ。でこってもう、あ、ドンツクラスコイ、やっぱ配信好きなさ、忘れられるやん俺、うん、忘れられるでしょ。たまにはつけとかつけて、ま、ちゃんと配信せな。ふわくまラスコイありがとうね、うん。タン絡むっすね、うん、タン絡む、ありがとうね。ふわふわオレンジ忘れるでしょ、だから忘れられたらあかんと思ってあの配信つけてます今ね。いや大丈夫じゃないよ、もうめちゃくちゃ死にそうやんけども、毎日も何時もあの喉の痛みで、あの寝られへん。あ、ごっこ投げありがとうね、ゆんたろしちゃん。ありがとう、抽選券。うん。熱はね、ない。熱はないです。ありがとうね。やっぱ顔こけてるんや。どんな感じ？あ、ありがとうね、茶さんも。どんつくらすこい。うさぎだるま。いや、配信、ね、せんとこか思うんだけど、せんわけにもいかんからな。いや、これ加工じゃない、うん、痩せた、やっぱコロナダイエットなってる。え、マジで髪切ってへん、風呂入ってへんだけ、うん、風呂入ってへんだけ。食欲ある、うん、ただのあのそうえ、唾飲み込むだけでも痛いやろ。いい方法があるよ。ファンタ10倍で教えてあげるよね、みんなで。いや、だから、これ買ったよ、俺。うん。これ、ずーっとこれやってるわ。うん、長引く。配信ならんねんけど、こんなん、マジで。これじゃ、もう、喉がこれやったら。これあかんの？喉ヌールスプレー効かんの？言ってよ、さっき。つば飲むも痛い、うん、つば飲むのも痛いし、
もうなんかしゃべるもんな、めっちゃきつい。でね、今日重大発表あります。重大発表あります。うん、実は、うん、まだ喉が痛いからな、うまいこといけへんよね。配信したくても配信できへんよね、喋られへんかったら。うん、いや、ゼロワンとかよくあるやでな。熱出て下がってな、軽症やったんじゃない。うん、よかったよな。うん、あの重症なランクとむちゃくちゃ喉痛いけど、しかもあの結構なタバコパカパカ吸ってるやんな。タバコやめよう思ってるけどな、無理やわ。セルはないもん家に。もう二度と配信見ません、うざいだけなので。いや、あれ退社配信しないぞお前。これ、え、これ後遺症残るん。俺後遺症残んのこれ。あのコロナのやつで別になんともないけどな。で、あの肺痛かったのはあの治ったよ、なんとか。うん、トローチ目のクマがなくなってる。目のクマ寝すぎたからちゃう俺、ひたすら。おっさんとかどうでもいいけど、あのおっさん何がおもろいん、あのおっさん。もう俺リスナーに聞きたいわ、何がおもろいん。あんなの見てもみんなでも一緒やで。クマがなくなりかけてる。お、ここの目のクマがってこと。今まであったクマがなくなりかけてるってこと。あ、そうなんや。あの加工も何も入れてへんで。美顔機能やろ。あ、これでオフやわ。いや、あのね、あれないねん。救急箱、あれ、今ないねん、あのトローチが。トローチがないからな、これ買ってきたよな。もうこれしかないもん。梱包とか聞くんが。え、マジでクママシになってんやん。いや、アイコスええんじゃない、あかんの。バカバカ吸ってるよ俺アイコスは。喉は何聞くん一番。めっちゃしんだけど、うん、だからちょっとあのね、岩ちゃんもおるから、うん、あんま焦らんとてな。うん、緊急事態発生しました。うん、緊急事態が下手したら、エミタロとルイージのしょうもない茶番よりこっちの方がエグいかもしれへん。ありがとうございます、天下アリス。マジかよ、マジなんす。星3つっすね、しかも。非レベル3つ。うわー、お前がすっとこどっこい、アップル、アイフォン、ロビンソン、君がいないとやっていけない、どうすかすごい。ちゃう。ええのに、そんなんち、ちゃうねん。そんなんええねん。これ、じゃあ重大発表すんな。なんということでしょう。神のいたずらか。アーメン。天は二物を与えず。
ったんですか、すごい電気じゃありません。うん、さあ皆さんもね、祈ってください。アーメンて、神のご加護、アーメンて、ありがとうございます。あんちゃんもね、これ何揃ったらね、エンチキもらえんのこれ。あ、フワチポイント50ポイントもらえんねや。うん、コリンスかどうでもええって。うん、あいつは何なん、何がしたいのコリンスは。うん、言うだったちゃんと。うん、お前はマンペロ配信がしたいんかな、ちゃんとした配信がしたいんか、どっちやって 言ってあげた。マンペロするた、マンペロするために配信してちゃうぞこの野郎って。お前もやろって。いや俺はちゃうよ。うん、俺はねちゃんとね、リスナーさんに今のね現状と、ね、状況を報告するために配信してる。俺は決してマンピロ配信を絶対にしません。じゃあ皆さんね、神に誓ってください。アーメン、そうめん、味噌ラーメンって、うん、あの今回のこの重大発表で次の展開変わるからね、間違いなく 200% 揺るがすから、うん実はですね、実は痩せました。コロナダイエットで顔が痩せましたね。でね、なんかこうもっと喋りたいんやけど、なんか舌が回らん。うん、全然舌が回らん。もう頭バグってるわ。うん、実はね、待って、まだ開始10分やね、うん、俺の重大発表でよっさんよりマシやろ。うん、あのよっさんのしょうもないわけのわからんな超特大重大発表よりマシやろ。まだ立ちはええと思うで、自分なりに。でしょ。マジで痛いね。あー、しびる、マジ。あー、じゃ、マジでしびんで、ほんまに痛いから、マジコロナ舐めの方がええわ。あのね、なんと昨晩になるのかな、今日の朝方になるのかな、なんと岩ちゃんが発熱しました。クラスコイ、しょうもなくねえだろお前。うん、かわいそうじゃ、かわいそうっすね。こんなんで枠開けたのって。じゃあさ、これ配信で言えへんかったら俺嘘つき扱いやろ。また嘘つきってなるでしょ。で、熱の方がね、熱の方がまあ俺よりかマシ。うん、ね、30なんでぐらい一回測ろうか。
はい、読み終わ。インチキしないからね、あのコスコスしないからね、うん、いやガチやって、ガチやつね、なんでもネタちゃうよ、うん、いや昨日やん、昨日、いや昨日じゃ今日の朝方かな、何倍と思う？セルは行きます。ナイスやめて、うん、ナイスしない、どっちか行く、左回転か右回転どっちがいい、うん、左回転か右回転選んで、あのパターン選べるから、うん、どっちでもいい、うん、じゃあもう左回転も右回転もどっちもいいってことは、じゃあ下から行くわ、こういくわ、あのひょっこりさんみたいな、うん、ひょっこりさんみたいに、でで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 でサバンナチャンスラスコイ、サバンナチャンスですね、うん、で俺さ15日あのフットサル言ってたんか、もう無理、あかんな、いやまだ検査はしへんで、まだコロナ確定じゃないから、うん、コロナ確定じゃないね、うん、確定じゃないで、これひょっとしたらインフルエンザかもしれんからな、うん、俺の拡散力半端ないよ、うん、そう、みなし陽性ですね、今のところで、薬はあの俺が飲んでたやつを痛い、喉痛い、ちょっと失礼、ありがとうございます、まあ、俺のせいやけどさ、うん、俺のせいやで、うん、俺のせいやで、うん、あの全部僕が悪いです、うん、全部ね僕が悪いです、もう マスクしろって、マスクあんで、うん、で今マスクしたらあれやろ、今頃マスク氏も一緒中学見ろ、うん、今頃マスク氏も一緒だって。
ほらほらほら、おいた。初めて、うん、初めて転った。ほんで、結構、うなってる。夜中もって感じ。水分を多分取ってると思うんだ。あ、水分取ってる？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 あとは今体調は？え？頭痛い。熱は 38.7。 寒気は？寒いらしい、うん、寒いらしい。いや、もうロキソニンとかそういうの飲めへんね、うん。ポカリセット飲むの？ポカリ嫌いね、うん、ポカリあかんねん、うん、カロナールもあかんねん。OS さんもダメ、うん、もうなんかお茶しか飲めへんな、こういうの。布団か、いや布団何枚着てんの？布団ちょっと待てな、2枚足りるん？重たいんだもん、いっぱいやると。 どうするんじゃ。エアコンマックス赤いの？エアコンマックスにしてもこの暑くなんねんな。だからそこら辺の温度調整が非常に難しいな、うん、布団かぶりすぎてエアコンガンガンにするやんか。自分が寒いからね、寒いから、布団かぶり倒してエアコンガンガンにしたら今度自分が暑くなりすぎんねん。換気もね、なおかつ換気もせなあかんねん、部屋の中を。難しいねん、うん、毛布あるよ、うん。お尻に北海道、あ、ケツに北海道。そうか。いいな。なんで？なんないな。氷枕ない多分。じゃあね、今の僕にねしてあげれることって何なんですか？そうなんですよ、配信なんですよ、配信。配信で一生懸命頑張る。それがね、今の僕にね、してあげれることやと思ってます。いや、こういう時はな、一人で寝かせる方がいいね。うん、変に二人寝てしまったら、ね、寝にくいから、一人の方がいいね。気楽になれるやん。うん、え、これってさ、ループせえへんな。あー、よっしゃー、俺これ治ったぞーと思って、よっしゃーって治った頃にもう一回移るとかあんの？で、俺がもう一回コロナかかって、岩ちゃんがこのコロナ治った頃にもう一回コロナにかかるってループ、あるループすんの？コロナループあんの？じゃあお前抜けられへんやん、ここの家。お前死ぬ身となるやん。体勢つくんじゃない、コロナの。無限ループ。どうした？いや、今お茶飲んでる。お茶いる？お茶、お茶。
いや俺適当じゃないで結構、いや俺もう6日目ぐらいじゃん、6日目やから全然治らんねんな喉が。俺も俺で喉が痛いしな。リワちゃんリワちゃんでなコロナになっちゃったから、いや俺もきつい結構喉が。もしかして俺熱ないやんな。一応測るわ。おかしいと思ったな。体は元気ですよ。うん。体は元気やけど、喉がね、調子悪い。マジで。うん。喉が調子悪い。マジで。平熱っすね。うん。保健所も何も今日土日やからな。いや、こんな彼氏いらんのしか何もできへんやんか。何すんじゃ逆に、もうぶっちゃけ言ったらさ、もう寝るしかないからな、寝るしかないからな、コロナかかったら、そうでしょ、ゼロ番もそうやろ、ほとんど寝てたやろ、寝るしかないよな。だからポカリも飲まれへんて、ポカリも飲まれへんねん。お茶オンリーですね。お茶オンリーと、まあ食欲はな、そこまで今あんまないけど、静かにしやれて。でも配信つけたら喋らなあかんやん。配信つけてお前喋れへんかったらお前あかんやん。いや買い物中は買い物は家にあるもん、それでしのげる。いやもう寝たら治るんじゃないん、コロナ、多分寝たら治る感じの あれやと思うけど。だから部屋もだからちゃんとね、空気の入れ替えをしてるよ、空気の入れ替えもしてるし、全部、いろいろやってる。そこはなかなか治らんわほんま、だからゼロワンのな12時間昨日連続配信してませんけどさ、よくそこまであれ喉痛くなってんのかな、あ痩せましたよ、顔がね痩せたと言われる、めっちゃなんか知らんけど、コロナでね、顔が痩せたらしいよ俺。ゼロワン軽症やろやっぱ。あ、ありがとうね、ニコだけ。いや、加工入れへんって、うちそういうの、せえへんもん、加工は。俺、加工配信せえへんよ。大嫌いの加工。ご飯も食べてる。
ワクチンとかやろ、味覚もあるよ、うん、俺めちゃめちゃ喉痛い、これ治らんかな、これさえ治ったら完璧よね、喉さえ。だから喉は痛いからもうなかなか寝られへんくて、え、そうなん、え、まゆまるちゃんもあれなん、喉、喉痛かったんや、遊郭さん喉飴な、言ってよそれ、買いに行くわ、うん、買いに行くわミスったわ、普通の喉飴じゃあかんやんな、うん、普通のあの喉飴じゃあかんやんな、遊郭さんやんな、やっぱなんす、喉が痛すぎてね、冗談も言えないよ、うん、冗談もいつもやったらね、冗談ばっかり言うんやけどね、そういう冗談も言われへん。あ、そうな、龍角さんか、龍角さんでいいな、あ、家族がな、昨日から家族がコロナやって死んでる。いや、俺もうずっとしんどい、だるいとかそういうのはないけど、喉やな、うん、喉今でも痛いもん、うん、ズキズキする、ここがここズキズキする。いや、病院無理、行かれへんやん、コロナ陽性者から、陽性者から病院も行かれへんで、うん、とか、あの外出たらやん、まずイソジンやるよ、イソジンでも昨日うがいしてこれ、うん、だからオンライン診療もしてや俺、うん、まあコロナじゃない、わからん、コロナ濃厚かな、コロナ濃厚かな、まだコロカクはしないで、コロカクはまだしない。え、喉ヌールスプレーでやりすぎてあかんの？俺これひたすらバンバンやってんで、ひたすらやってんでこれ。あかんねや、そう言う、そうなん。バシバシやってるけど俺、もう多分今日だけでな、もう20回ぐらいやってる、ピュッ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 って、うん、いやだって痛いもずっと、うん、喋られへんし、だからちょっとまだしばらくね長引くわ、ゼロワン電話するわな、フットサルの件で。タバコやめなよって、いやゼロワンもタバコバカ吸っとったやん、うん、ゼロワンと症状が全く違うからな、うん、ゼロワン、あ、お疲れっす、お疲れさん、よし、あのさ、めっちゃごめん、うん、あの、岩ちゃんもコロナになってるかもしれへん、嘘でしょ、マジマジ、熱、しょうがないじゃん、熱測ったら38.7度かな、うそ、マジマジ、検査キット取りに来る、いや、行ったらあかんやろ、行っていいの、
検査キットあるけど。え、行っていいのそれ。え、行ったか。あ、赤やろ。赤。うん、多分。それ寂しくて。あ、寂しい。7日間もう家で確かに、ずっと配信ぶん回したもんな。うん、うん、わかるよ。早く、たかし、イベント出てよ。あ、俺、うん、どっかに出るよ、イベントは。たかしの、たかしリスナーになる。暇すぎて。あ、もう、あの、たかしガチ勢になってくれる。うん、ガチ勢になるよ。あ、会わへんかったらいいんか。ん、あ、ゼロワンと会えへんかったらいいってこと。検査キット。でも、俺ん家までだいたい車でどれぐらい。わからん。こっからやったら。お、遠い。ん、遠いかな。うん。1時間。1時間半、2時間。1時間半か、2時間。で、そんなにかかる。じゃあ、薬局で売ってない、売ってるんじゃない。薬局買いに行ってあげたら、うん、検査キット。うんうん。で、あの、鼻のやつがいいだし、なんかね、あの、うん、試験用じゃなくて、うん、医療用、うん、うん、を買えばいいらしい。それ正確らしい。あ、医療用、あの、鼻のやつやんな。うん、鼻のやつ。うんうんうん。で、あの、説明書あるから、それか、それやったら検査、今から。うんうん。それとさ、うん、あの、フットサルさ、どうする。いや、俺がね、今も37度あるんだよ。ある。俺、行きたいんだけど、うん、こればっかりは途中でやっぱりもう体調復活しないって感じで行けないってなるかも。だから、じゃあもう断ろうか。ん、断る。俺行きたいんだよ。行きたいの。うん、一応13日までだから、うん、行けるっちゃ行けるんだけど、うん、俺行きたいけどね。 FC フワッチ。うん、で、14日の日かなんかに、たかしとユニフォームでも一緒にお風呂買いに行きたい。あ、14日。でも俺が行けるん？ん？俺出て行けるん？あ、たかしが行けないのか、濃厚接触になるから。そう。でも、たかし出荷だね。俺、あれじゃない、もうコロナになったから別にいいんじゃないの？いやー、ちょっとそれ聞いてみて、リスナーに。どうなん？無理なの、やっぱ。コロナ感知者は、その頃にはコロナ感知してるのか。まあ確かに、たかしは1日前だから、たかしは13日から外出れるよね、多分本来なるな。そう、うん、じゃあ大丈夫だと思うけどね。たかしは濃厚接触にならん。どうなん、このパターン。こういうパターンであんまないよね。今はコロナ陽性中だから、そう、濃厚接触の5日がプラスされたりとか、それが分からん。うん、え、ゼロワンさ、何度でもいいから、ね、リスナー。あれ、喉痛くならんかった？痛いで、今もずっと痛いん。舐めてる。うん、あ、そうな、一緒や。じゃあ俺タバコも吸うから、痰も出てるね、黄色い。あ、一緒やな、じゃあ一緒。うん、で、微熱出たり収まったりしてる。あ、そうなんや。うん、じゃあ一緒や。一緒。うん、やめとこか、ウッドサル、めんどくさいから。やめる。やめようか、早めに断った方がいいもんね。そう、ほんで断るんだったらもう今のうちやし。連絡するけど。断ろうか、行きたかったな。まあまあ、でもまたいっぱいやると思うで、どっかで。本当？まあね、どうする、断る？断りたくないけど、まあ断るか。また向こうの枠とかも荒れるしね、コロナ軍団来たとか。そうなるわな。うん、そうなるか。やめとこか。コロチ来たぞって言われて、コロチ。コロチ。じゃあ断るわ。うん、断ろう。はい。じゃあね、はい。大事に。はい。はい。ってことで断るわ。うん、フットサルは今人命第一やからね。
ゆあちゃんは今38点何分ぐらいかな。38.7 か、そこら。まあ明日には多分な、熱が下がると思うね俺、うん、明日にはな熱下がるから、まあ、ちょっとはマシになると思うけどな。じゃあ、あの FC フワッチな、うん、FC フワッチありがとうね。FC2 じゃ FC フワッチな、うん、いやまさか映るもんなかったわ。発熱は今日のね、今日のじゃ今日じゃねえわ、まあ明け方かな今日の、うん、今日の明け方ぐらい。でワクチンなんかそ関係あるそこまで。2回打っても3回打っても4回打ってもなるやつなんねんからさ、うん、意味ないやろ。もうこればっかりはもうマジで不可抗力やから、もうなったらなったらしゃあねえな、うん、こんばんは。だから俺はねちょっとしばらくねあの看病するわ。俺もね、いろいろ助けてもらったしね、うん、自分なりにぼちぼちとね、看病しますよ。そりゃそうよね、できてないんじゃない、何をしていいか分からへんの、何をしていいか分からへんの。じゃあなんでそこに行ったじゃなくて、もうコロナ俺がかかった時点でさ、もうどこも出られへんわけやんか。わかる。俺がコロナにね、コロナ発症しました。じゃあもうその時点でもう行った、もう出られへんわけやんか。出たらあかんわけやんか。そうでしょ。なんかホテルに隔離しろとかいうバカおったけどさ、コロナ発症して熱40度ぐらいあるのにホテルとか行けるかよ、うん、無理やわ、まあ、なんで40度の熱出してホテル行くね、無理やわ。40度の熱でホテル行く人がおんの逆に。だから年末にさっさと帰ってよかったんじゃなくて、もうそういうもんな、あのな、たらればよってもしゃあないんで、うん、そうやろ、そういうのをねちねち言うてもしゃあないな、もうかかったもんはしゃあないんで、かかったもんはしゃあないから、もうこれから先をどうしていくかっていうのを話せなあかんわけよ、うん、で俺がここでやっぱな おったらやっぱもう濃厚接触になるやん、ゆあちゃんも、うん、それやったらもうな、もう濃厚接触者やからもう周り行かれへんからさ、うん、しゃあないやな、うん、こんばんは、うん、うちのパパも宿泊費宿泊療養希望するって言った。それってさ、でも濃厚接触になった後に行くわけな、だっていざ、ね、例えばここの行ってコロナが俺が発症したやんか、うん、発症してからじゃあゆあちゃんがねどっかホテル行く言うたら、それもあれじゃない、濃厚接触者が
コロナ撒き散らしみたいな扱いになれへんの。俺がホテル行くの？いやいやわ、無理やわ、うん、ありがとう、うん、俺がホテル行くの？じゃあ俺ホテルで のたれ神社どうしたいの？いややわ、なんかホテルで一人で40度の熱、いややわ、耐えられへん俺。あ、陽性出たから、陽性出てからホテル行くんや、みんな。え、それどうなん？陽性出てからホテル行くってどうなん？いや、仕方ないの、仕方ないで済むそれ。なるべくそっから出会う方がいいんじゃないん？拡散せんとこうと思ったら。あ、コロナ専用のホテル、飯付き飯付きのホテルあるんや。そうなんや。だってここだ、ここやったらここだけで済むんやで、うん、周りの人に迷惑かけへんねんで、うん、そうじゃない難病持ちは保健所からあ、そうなんや。逆になんかホテルとか行ってる方が拡散すると思うんだけど、うん、いやー、なんぼ、じゃあな、じゃあな、おむちゃくちゃ水分取りたいな飲みたい時にお茶とかなかったらどうすんの、うん、お茶ちょうだいて、喉乾いたって腹減った飯、あ、そんなくれんの？飲み物も飲み放題、さっき言ってよそれ、それって話変わるわ。え、でもさ、俺大阪府民やんか、どこのホテルに行くん？大阪府民が東京都内のホテルで、あれしてくれんの？あ、奥村さんね、これ免許証大阪だったでしょ、あ、うちやね、大阪府民の方は扱ってまへんわで、ちょっと帰ってくれますって、うん、うちは東京都民しかねやってないから、帰ってもらえます？なれへんの？関係ないんや、やってくれるんや。もうなんかそういうの嫌やな、なんかコロナホテルとか。それはちょっと嫌やな、コロナホテル。で、飯もあるやろ。なんかホテルの飯ってなんか あんまりいいイメージがないんやけど俺、うん、俺ご飯はねちゃんとしたね信用できる人のご飯しか食われへんのよね。弁当とか一番いらんやん、仕出し弁当で、あれよく工場とかでやよく弁当の配達きはるやんか、ああいう弁当じゃない、まっつい会社の弁当みたいな、ふりかけと味噌汁ついた、あのね、あのご飯があれやろ、赤色のケースのあのパカッて開くやつやろ、どうした、緊急事態か、今んとこでうなってないからまだいけるよな。開けてろ。
ガブ飲みしよう。ガブ飲み。ガブ飲みしよう。じゃあガブ飲みしよう。え？水分いっぱい取らなかった。こんな感じする。飯どうすんの？なんかいる？え？え？あ、用意してくれんの？あ、漢方あるよ、うん、漢方飲む？飲んだ？おかゆ作り方知らん俺、うん、他お前が用意しようって知らんねんって、どこに何があるかって。おかゆ好きだから、おかゆ好きなの？一番嫌いな、ほら、もうおかゆあかんもん。ウーバー、俺そんな腹減ってないけどな、実は、うん、鍋焼きうどん、何がある家に。今日バーベ知らんな、今日バーベ知らんな。え、腹減ってるの？減ってないね。別に俺もそんな腹減ってない。そんな？うん。やめろお前。いちごシェイクと言うな。買いに行けと言われるわ。こんな時間にいちごのシェイクと売ってへんの？いちごシェイクとか売ってへんからもう。あの家にあるもんで、パシリちゃうぞこっちも。いやいやいや、あのね、もうええやん、マックとかいかんしもう、うん、そんなんでホイ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 買いに行くような男ちゃうで俺。舐めないで。いちごシェイク今飲んだらあかんねんって、うん、コロナの時は、うん、先生に言われたもん。コロナになってる時はね、あのいちごシェイク飲まないでくださいって。食欲はそんなにないんやって、うん、食欲がそんなにないから、うん、岩ちゃんは行ってくれよ、俺は行けんって、うん、俺一応コロナ陽性者な、うん、一応コロナのコロナ陽性者、うん、お外出たらあかんわけよ。俺コロナ分からへん、何日目か。アイス食うか、うん、アイス。このお家にあるアイス嫌い。もう知らん、もう何もないわ。買い物ええの？意味がわからんくね。買い物はいいの？あのさ、あのコロナの陽性者の定義って何か教えてよ。何欲しい？充電？あっちの部屋あるわ。
会話のいいとか言い出したらもうキリないでな。それやったらな、俺思うねんけど、じゃあ陽性者別にさ、多少の外出ぐらいだったらいいってこと、うん、多少の外出だったらいいってこと。そんなん言い出したらさ、もうもう何ぼでも感染者出んで、この先あんなちょっとの時間でも感染すんねんからさ、うん、そういうとこってなんか割り切ってないよね、この日本の世の中で、うん、こういう場合は OK とかな、こういう場合は OK とかあるやんか、うん、そういうとこなんでスパッて割り切れへんかなって、うん、陽性者は一切の外出禁止みたいな背中よな、肺は痛いっすね、うん、いや俺が政府やったら絶対そうするわ、うん、俺マジでね、日本政府やったらロックダウンするよ、うん、当たり前やんだもん、俺が政府やったらロックダウンするわだからいつまでたってもね、コロナ治らんのよな、そういう思いっきりがないからな、うん、どっかで妥協点があるから、こういう場合は特例がこういう場合に限って特例出しますから、うん、お前はチャイニーズ記者だ、熊井さんありやす、うん、あ支援物資ね、うん、支援物資もどうなん、あれ L1 入ってる、いやもう外出したくないよ、もう外出したくない、うん、もうコロナ撒き散らすもん絶対、俺ドライブするん時にね、お金渡すでしょ、お金渡すでしょ、その時にあの店員さんにね、コロナ菌パーンってばらまいたら終わりやんか、うん、あれあの呼吸だけじゃないで、うん、手のここの金とかもあるからね、うん、マスクしてれば OK なの、うん、じゃあマスクしてれば OK って言うんだったらフットサルも OK じゃない、うん、マスクしてれば OK で、そうじゃない、あ、物資も届けてくれへん地域もあるから買い物 OK ってこと、なんかね、なんちゅう、そのコロナのことに関してはさ、なんかな、俺あんま腑に落ちんよな、うん、結局さ、なんか濃厚接触者は何日以上外出禁止とかなあったけど、ああいうルールかって最初と今じゃもうコロって変わってるやんか、うん、前の方がむちゃくちゃ厳しかったけど今もバンバン緩いやんか、うん、それはなんでかって言ったらもう対処しきれんくなってるからやんか、うん、日本の政府はで、昔みたいにコロナの出足みたいにそこまでもう敏感じゃなくなってって、もう今なんかもう、あ、コロナなんやって、うん、ってかわいそうにってぐらいな感じやんか、昔やったら、うせやろってコロナだったって、やってあのな、あのコロナのいじめとかあったやんな、うん、それが今じゃもうなになってやから、よくわからんよ俺は、1回目は甘い、今2回目だよって、いや今2回目か、うん、
でもその10分ありがとうね、ホワイト、うん、10分ぐらいで済ませる買い物は大丈夫って言うけどさ、その10分、10分の間に拡散したらどうすんって話やんか、うん、それやったらいい閉じ込めてもらえてなるけど、そうじゃない、うん、はっきり言ったらコロナの感染ルートなんかな、あのな、明確にされてへんねんから、ほとんど。いや、マスクだけじゃないんで、バカなの、うん、マスクだけちゃうから、うん、こういう手の消毒とかあるやろ、こういうのも全部やで、目もやで、うん、耳もやで、全部やで、もうなんならね、もうその人間自体がもうコロナかもしれへんで。俺はそう思うけどな、間違ってる？あ、言いたいことわかるでしょ、うん、だからマスク初期も OK っていうね、そういうあの、なんちゅうの感覚がもう洗脳されてるわけよ、みんな、うん、マスクしたらコロナうつらへんよって感覚があってるでしょ、ちゃうよ、マスクしとってもなるから、うん、なるから。じゃあね、あの三重のオールナイトのパチンコ屋で、ね、あんだけの大人数の人たちがマスクしましたね、うん、なんでコロナなのでしょ。いや、俺言うとき言うよ、マジで。普段ヘラヘラしてるけどね、マジで言うとき言うからね、うん。だからマスクだけして、しときは OK という考えもほんまやめたほうがいいよ、うん。こういうね、手とかもね、映るからね、うん。これヘリクスじゃないよね。うん、俺ヘリクスだ思う、うん。そうそう、だからそうしないと経済が回らないんです。そうそう、わかんないで、ね。経済回らないのわかんないけど、じゃあ、経済を回すためにね、そうやって今まで決めてきたルールをね、ね、崩していいんかって話を。うん、今までね、こういうルールで決めてきてね、さあやっていこうって言ったのに、経済、いざ経済が回らんから言って、じゃあルール崩すわけ。いや、それは話しちゃいますよって、うん、俺がね、日本の政府やったら俺絶対ロックダウンするな、間違いなくロックダウンする。いや、冷やさんはいい、冷やさんはいい、こういう時は、うん、いや、俺マスクしてたで、うん、俺がマスクしてたよ、オールナイトの時は、うん、冷やしてもいいの？冷やしてもいい？寒いのに冷やしダメでしょ、頭冷やせるで、ね、寒い？どうすんの？これエアコンマックスにしていいの？うん、え？うん、す、あら、冷やしたかんで、うん、よくわからんね、熱は30、もう一回測る？俺の熱い講演を聞いて熱が何度上がったか、うつしちゃんちゃうよ、うつってん、うつしちゃんちゃうよ、うつってん、やめてよ。でもあの文句ある人はね、文句言っていいけど、うん、あ、デルタもオミクロンもななったんや、うん、文句あるのは、文句 OK ですよ、一応、うん、俺の言ってることに対して文句 OK ですよ、ただ
ただで文句言うとって、うん、文句はね1回ね500円、うん、あ花火一発ね、花火一発から文句受け付けます。下がってない、うん、下がってるやん、ずっとこんなだよ。え、さっきの下がんだよ、ガクン下がって上がってってこの繰り返し。あ、そうなん、あパチスロで言うとあれあのパチスロのグラフで言うとこう揉まれてる系、こういう風に出たり出んかったり出たり出んかったりみたいなはまりなしですね今、うん、はまりなしね。だから37と38の間をずーっとこうビューと揉んでる感じ、うん、ありがとうね哲さん、うん、さ寒気ありね若干、いやこれ寒気に関してはどうしていいか分からへんもん、寒気に関しては。あなた看病できるので看病すましたでしょ。え？何もしなくていいらしい、うん、何もしなくていいらしいよ、うん、鍋焼きない、うん、あのね、こういう時ってほんまに何もせんわいね、うん、こういう時って下手になんかやってね茶碗とか割るでしょパリンで、余計めんどくさいから、うん、だから何もせんわいねって、そう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 、茶碗割ったりな、卵割ったり、あ、ありがとうございます、さくちゃん、暇なんですよね、することないです僕何もせんでって言われたらね、うん、もう寒気するって言われたらもうどうもいかんからな、布団かかぶすか、いらん、布団重たい、帰るよ、邪魔や、なんもせんのにうるさいだけはして、一応なんかしてるで、うん、あの、お茶持ってきたよ、うん、あ、ゼリー行くかお前、ゼリー、お買い分かんで、うん、服は着てる、あのラブゼリーじゃちゃうよ、うん、ラブゼリーの方じゃない、うん、配信切ったりやで、あのねノルマがあるんですよ僕ね、ノルマが今7514ポイントね、うん、これ1万ポイントなれんかったら配信切れんすよ俺、うん、あの勝手になんか配信切れとか言うけど、1回の配信で1万ポイントは最低ね、稼がなね、うん、配信切れんすよ、うん、仕事なんで一応、うん、一応なこういうのをちゃんと放送であの言っとかんと、あとあとね実はコロナでしたとかあったらね具合悪いやんか、うん、そういうのも踏まえてあの配信にあの言っただけ、配信切るか、うん、見る放送ばっかある、俺配信切ったら LINE ちゃうのある、
ないか。ないでしょ、うん、じゃあ今日はじゃあ、おとなしく配信切るかね。今日はおとなしく配信切ります。冷蔵庫の前で配信しまうの。ちょ、俺もな、うん、アイテム飛ばないってことはたかしがしっかりしてなくアドバイスも聞かへんからやと思うので、いや俺結構聞いてんで、うん、じゃ何もせんでって言われたら 何もできへん俺、うん、じゃ冷蔵庫にあるよだから、あるよ、うん、あるけど作られへんだけど俺、うん、いや冷蔵庫配信が勝手に映っちゃうかんやろ、あんまり映さないからさ、とりあえず配信終わるわ。ちょっと俺喉痛いからさ、あんま喋られへんねんな。ちょっとおとなしくするわな、今日は。またね、ちゃんと喉の調子が戻ったらね、うん、配信つけます。はい。ありがとうね。はい、ありがとう。よかったか。ありがとう。ありがとうね。